私一条みなみ、本当悩み解決が大好き。けれど最近悩んでいる人をもっと困らせるやつが現れて大変。今日も本の力でみんなの悩みを解決してみせるわ。僕邪魔が大好き邪魔次郎、今日も困っている人を探してるんだ。なんか考え込んでる人発見。お姉さんこんにちは。考え事してるの？あ、海外旅行の本読んでる。なんか心配してくれてる。友達と旅行に行くから。私ヨーロッパの風景が好きで、ついに行けることになったんだ。風景をじっくり楽しむ旅にしたいから、パックツアーに頼らず自分で計画を立てたくて。でも調べても風景って感じじゃない観光名所が多くて、なかなか計画が進まないの。そのせいで友達ともだんだん気まずくなって、ますます相談しにくくて、どうしたらいいんだろう。なるほど、困ってるね。わかるよ、旅行の計画ってすっごく難しいよね。そういえば冒険家をしている僕のおじが、苦労して見た景色が一番心に残る美しい景色だって言ってたな。それってどうやって見るの？一番のおすすめは、移動はイカだ、寝床は寝袋のワイルドな旅。僕もついて行ったことがあるけど、最高だったよ。いつもは見られない海の景色、その土地の気温や風。へえ、いいかも。じゃあまずイカダを作ろう。嘘だよ、イカダで移動なんて大変すぎて風景どころじゃないよ。見つけたわよ、お邪魔虫。こんな虫、僕は今姉さんにアドバイスしてるんだ。二人で乗るから大きく作らなきゃね。それデタラメだから。ヨーロッパの風景を楽しみたいのね。じゃあ童謡や絵画のモデルになった場所や芸術にゆかりのある土地はどうかしら。それ楽しそう。どのあたりにあるの？おすすめなのが南フランス、スペイン。参考になる本があるの。改訂版南仏スペインの旅、高橋翔一第7写真集。作者の高橋翔一先生は三国社遊クラブ所属で、たくさんの写真集を出している方なの。写真集で旅行の計画できるのか？ええ、見どころがたくさん詰まっているのよ。先生がこの写真集を出版された理由は、前々から行きたいところを尋ねられたら地中海沿岸部と即答するほど好きな場所だったから、南フランスの素晴らしさを届けたいっていう思いが詰まった一冊なの。今まで気づかなかったけど、写真集を参考にすれば素敵な風景が見つかりそう。ええ、早速見ていきましょう。まず紹介するのはフランス南東部の都市で、ボクリューズ県の県庁所在地でもあるアビニョン。写真集に登場するのはアビニョン歴史地区としてユネスコ世界遺産に登録された教皇庁や街中の広場やメリーゴーランド。そしてアビニョンで有名なのが、アビニョンの橋の上でという童謡のモデルにもなっているサンベネゼ橋。その歌聞いたことある。確か橋の上でみんなで踊るんだよね。そうそう、だけど実際は踊れるほどの広さはない橋なんですって。フィクションなんだ。がっかりしただろう。本当はどんな橋なんだろう。そう考えるとワクワクするわよね。次に紹介するのは南フランスのプロヴァンス地方、アルル。ここはゴッホが愛し作品にも影響を与えた土地として知られているの。アルルでゴッホと同居していたゴーギャンは、もし機会があったら私のアルル滞在以前と以後のゴッホの絵を調べてみてください。彼は私の助言によって全く別の方法を取るようになりましたと言っているわ。そんなに違うんだ。作品も見比べたくなるね。ちなみに作品のモデルとなった場所には絵のパネルが置いてあるの。写真集ではゴッホが入院していた療養所の庭、夜のカフェテラスのモデルとなった街、そしてアルルの羽橋を再現したゴッホの羽橋が登場するわ。絵と風景一緒に見られるんだ。そうなの。またゴッホは日本の浮世絵を受けている人でもあるんだけど、私にとってアルルはその大気の清澄さと楽しげな色彩の効果の点で日本と同じように思われます。水はまるで美しいエメラルドの反転であり、これもやはり浮世絵みたいに見出されるものですとも語っているの。じゃあ日本と似てるってことなの？ますます気になるな。ぜひその目で確かめてほしいわ。
あと2つ芸術家にゆかりのある地を紹介するわ。1つ目がブーシュ・ドゥ・ローヌ県の古都エクス・アン・プロヴァンス。画家セザンヌが生まれ亡くなった地なの。セザンヌは生前数ヶ月しか海外に出なかったんですって。ずっとその土地にいたんだね。ゆかりのあるスポットもたくさんありそう。そうなの。写真集には画材を背負ったセザンヌの像やミラボー通りにあるセザンヌが通ったとして有名な喫茶店が登場するわ。あとセザンヌが住んでいたという家も。すごい、住んでいた家まで。カフェもゆかりのある場所だと特別な旅にできそう。いいわね。あともう一つ芸術家の出身地を紹介するわね。サルバドール・ダリの出身地、スペイン・カタルーニャ州にあるフィゲラス・ダリ美術館があって写真集にも登場しているわ。ダリ美術館は有名だよね。他にもゆかりのあるスポットや本人が見た風景も見られそう。気になる場所たくさん見つかってよかった。でもほら、作品はフィクションだし実際には全然違ってがっかりするかもよ。それも含めて見てみないとわからないじゃない。友達にも話してみるね。ありがとう。じゃあこの本を持って行って。ちくしょう、僕の邪魔を邪魔するなよ。旅行の話なんだけど、南フランスやスペインはどうかな。こんなところなんだ。童謡や絵画のモデルになった場所なんだ。面白そう。すごい、アビニョンの橋だ。うん、綺麗。なるほど、噂通り踊れない広さだね。これがゴッホの羽橋。作品通りだね。事前に写真集と作品を見ておいてよかった。写真集で旅行の計画を立てるのもいいね。そうだね。いい旅行になってよかった。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆さんのお悩みの手助けとなる本の紹介をしております。チャンネルでご紹介する本はすべて Kindle Unlimited 会員さんなら無料で読めますので、お気軽にどうぞ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。